世界の終末大予言スペシャルは前にもやったんだっけ。1回目との違い、そうだわ、それよ。前と違って今回はメンバーが多い。同じテーマでも違う内容にできるはずよ。私も面白いと思う。その大予言スペシャルっていうのはどんな内容なの？なるほど、その手があったわね。面白そうだわ。私も面白いと思う。その大予言スペシャルっていうのはどんな内容なの？ちょっと待って、撮影データを出すから。どこだっけ。あ、リン、この動画見たよ。ヨハネの人間界魔物探査、面白かったにゃ。ヨシコちゃんが鳥の声にびっくりしてたところとか。あれは周辺に住む魔物の情報を聞いていたのよ。びっくりして腰を抜かしたとかそういうわけじゃ断じてないから。ヨシコさん、鳥と話せるの？すごい。私もその動画見てみたい。ああもう、今はそっちより大予言の方が先でしょ。ヨハネが配信した動画の中でもトップ3に入るお気に入りよ。リメイク版も大ヒット間違いなしだわ。配信の内容も決まったし、次は本番に備えて練習だね。そうね、関わる人数が増えた以上段取りも変わるわ。ちゃんと確認しておかないと。早速始めるわよ。リン、あなたには占いの儀式に使う魔法陣を書いてもらうわ。了解にゃ。頑張って書くよ。魔法陣。しずく、あなたはヨハネと一緒に儀式に使う道具の用意よ。これとこれとあとこれ。わあ、大きな水晶玉、それと星のペンダント、お札、この年季の入った魔導書はまさか本物？これだけかけるなら当日も問題なさそうね。